ADHD が濃い人は福祉に来ないという話がありましたがでは大怪我するまで放っておく、えー、そして見守るしかないのですかこれから定時制に進みバイトはすると言っていますがお金のトラブルが小学生の時から事件級で起こっているだけにかなり怖いんです、えー、手先も会話も器用すぎるぐらいですが基本的な生活が。 崩れがちで、それを調子よく嘘でごまかす癖がついてしまっています。事件になるまで見ているしかないのでしょうか。なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、ADHD が濃いう人は福祉に来ないとは言っていないかなとは私は思いますね。はい、ADHD だけだと福祉に来ない可能性が高いということを言っています。あのなんとかなっちゃうということですね。なので、 ADHD っていう診断をされてても ASD だったりとかその他の、えっと、何らかの生きづらさが絡んでいることが多い。あの違い方をすると、まあ、なんか福祉とかいろいろな支援を受けるというのは何らか困り感が、まあ、現実のものとなる。だから不登校になったりとかですね。はい。えっと、なんか事故を起こしちゃうとか、まあ、そういうことになるってことですね。それは ADHD だけだとなかなかそうなりにくい。 それこそ、あの、窓際のトットちゃんとかっていうのも <laughs>、先生の今日ご案内した本の中で、まあ、あの、明らかに ADHD ですみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、診断されてないとは思うんですが、まあ、それだけだと、まあ、ちょっと危なっかしいことなぐらいで終わっちゃうっていうことですかね。なので、えっ、ー、と、ここに、今売り坊さんが書いてらっしゃるのだと、お金のトラブルが起こっているとかですね、 生活が崩れがちだとか、まあ、まあ、ある意味もう不適応が起きているとも言えるとは思いますね。なので放っておくっていうよりも、この困り感をまあできるだけ解消するというか、ご本人がえと生きやすいようにする、このためにいろいろ支援をしていくっていうのはいいとは思いますけどね。ただ、それが ADHD って急に。 そのラベリングをするというかな、レッテルを貼ると、ご本人がなかなか動けなくなるんだったら、まあ、そうはせずに、さっき言ったように生活リズムが崩れているのをどうしようかとか、お金の使い方をどうしようかっていうことをやっていけばいいだけであって、はい。あの、必ずしもその ADHD っていうのが、まあ、絶対必要なキーワードではないかなとは思いますね。中さん、ADHD 単体の人は少ない気がします。そうなんですよね。まあ、だから、えっと、これも、えっと、今日もこちら、 の本ご紹介したんで、岩波先生のやつに合わせていくと、やっぱりね、学者の、学者というかな、こういった臨床家とか学者の中でも、まだそもそも ASD と ADHD ってどう分けるべきなのか、実は一緒のところもあるのかって結構分かってないんですよね。でそもそもだって DSM-5 って言われる今の、今の診断基準、アメリカの精神医学会の基準の前は DSM-4 っていうのがあったんですけど、DSM-4 だと、これもこの本に、はい、書いてありますけど、 ASD と ADHD は一緒に診断できなかったんですよね、はい。合併がないっていう前提だったんですよ <laughs>。それが DSM-5 になって、合併の,その診断もしてもいいことになってて、まあ、つまり医学の世界もその,手そのぐらいのレベルでまだ迷ってるんですよね。迷ってるって言った方がいいのかな。うーん、まだ揺れてるって言った方がいいんで。だから、あまりこの、 診断が ADHD だから ASD がないはずとか、ASD だから ADHD の薬が効きませんとかですね、まあそんな単純じゃないよねっていうことですね。はい。まあこのあたりは、あの、まさに医療の話なんで、えっと、私が確定的なことを言うのは本当にいけないんで、こういった本を頼らせていただきながらしゃべるんですけれども、はい。あの、今後の科学の発展に、今期待したいところかなと思います。あで、まただから戻りますと、まあすでにあの不適応が起こっているので、 ADHD っていう言葉を使わずともですね、あの、はい、困り感の解消に入り始めるといいと思いますし、まあ、これは本当に ADHD だけで起こっているトラブルなのかというと、そうじゃないかなっていう気が私はしますよっていうことですかね。じゃあ、次の、えっと、ご質問に行きたいんですが、ああ、1個前、やっコさん。 医学の世界も結構遅れてるんですね。ASD、ADHD は併存する人が多いのに、そこで迷ってどうするってことで <laughs>。まあ、迷ってっていう表現が私良かったか分かんないですけど、少なくとも DSM4 の時は、基本的にはあの先生の,あの本だと、まあ、<laughs> 同時に合併の診断を出すことはできない。合併と思わ私もこれ聞いたことあるのが、明神下の米田先生の話だと、えっと、合併と思われるときは ASD を 出ししてていくっていいくととううことをおっしゃっゃたと思うんですがごめんなさい、これちょっと,、えー、と先生の話をそのまま聞いているだけなんで、誤ってかあの理解しているかもしれないんですけど、まあ、だから、うん、医学って本当にまだまだ、だって、うん、の脳科学がそんなに分かってないですから、えー、そ,そんな状況でございますね。